メガネチャンネル。こんにちは、メガネチャンネルです。アドビキャラクターアニメーター第2回目です。今回は自分のキャラクターを描くときに使うフォトショップをテーマにお話ししたいと思います。フォトショップ、聞いたことある？その名の通り、写真屋さんっていう名前の写真を加工するアプリなんです。でも実はフォトショップって写真だけじゃなくって絵を描くこともできるんだ。まず絵を描くためには紙が必要だよね。なのでメニューバーの新規を選んで紙を作るところから始めよう。ここでは紙のサイズを決めれるよ。今は縦 148mm、 横 100mm、 解像度 350dpi と入力します。これはハガキのサイズです。さあ紙ができた。次に必要なのは絵を描く道具だね。ツールバーのこのボタンに注目。筆や鉛筆が選べるようになるよ。ここでは鉛筆を選んでみよう。線を描くときに大切なのは色と太さの2つ。色はここの四角をクリックして自由な色を選ぶことができるし、太さはここをクリックして変えることができる。よし、じゃあ絵を描いてみよう。マウスで描くのはちょっと癖があるので、紙に描くのと同じ感覚が良ければペンタブレットを勧めるよ。さあ、線画が描けました。変な顔今度は色塗りだね。ツールバーにバケツの形をしたボタンがあるね。これは塗りつぶしツール。中を一気に塗りつぶせる道具だよ。塗りつぶしツールのポイントは塗りたいところがちゃんと閉じていること。隙間が空いていると絵の具がはみ出しちゃうからね。さてここでレイヤーのお話をしたいと思います。まずはこの絵を見てみよう。見た目は1枚の絵なんだけど、実はレイヤーに分けて描かれた絵なんだ。1個ずつ見てみよう。人物の線画があって、色塗りだけのレイヤーがあって、背景の線画があって、背景の色だけ塗られているレイヤーに分かれています。レイヤーは透明なシートに分かれて、それが重なってるようなもの。なんでレイヤーに分かれて描くのか分かる？みんな紙に絵を描いてるとき間違って描いちゃって、消しゴムで消すんだけど消したくないものまで消しちゃったことない？レイヤーに分けて作業するとやり直したいときに間違ったものだけ消すことができるので、綺麗にできた部分を消しちゃったり汚しちゃったりしなくて済むんだ。レイヤーは簡単に増やしたり減らしたり合体させることもできます。さあじゃあやってみるのでよく見ててね。レイヤーを新しく1つ作ります。レイヤー2ができました。レイヤー2はレイヤー1の下に移動しておこう。レイヤー1の線画の中に色を塗ります。この色はレイヤー2に塗っていきます。でもどうやって塗るんだろう。ここで大切なのが選択範囲です。フォトショップはこの選択範囲がとっても大事なんだ。素早く綺麗に選択範囲を作れるともうフォトショップ上級者。選択範囲はいろんな作り方があるんだけど、今日は自動選択ツールを使います。レイヤー1を選んで自動選択ツールで顔の中をクリックします。なんだかじわじわした線が出てきたね。これが選択範囲だよ。顔の形をした選択範囲ができました。選択範囲ができている時ってこの選択範囲の中にしか作業ができない状態になるんだ。試しに筆で線を描いてみるね。ほらね。レイヤー2を選びます。選択範囲はそのままでレイヤー2の上で作業ができます。ここでさっきのバケツツールで選択範囲の中に色を塗ってみよう。はい、色が塗れました。レイヤーを見てみよう。レイヤー1には線画だけが綺麗にあって、レイヤー2に塗られた色が入っているね。実際に描いてみたキャラクターがこれです。まず線画のレイヤーがありますね。その下に色塗りのレイヤーがありますね。簡単でしょ。ここでちょっと上級テクニックの紹介。さらにこんなレイヤーも描いてみよう。色は一色だけだとのんびりした感じになるので、レイヤーを増やして光と影を入れてみよう。光
が当たる方向をイメージしてみてね。左から光が当たってることにします。光が当たってる面が明るくて逆側が暗くなるよね。ちょっと立体的なキャラクターになりました。いい感じ。はい、今日はフォトショップを使って簡単に絵を描く方法に挑戦してみました。じゃあ今日のまとめ、線を描くときは色と太さが大事。鉛筆以外の線の描き味の違いも気にしてみてね。レイヤーを分けて描こう。レイヤーは透明なシートを重ねたようなものなんだよ。選択範囲を作ろう。今回は自動選択ツールで簡単に作りました。バケツツールで色を塗ろう。閉じた線の中なら簡単に塗りつぶしができます。練習あるのみ。ゆっくり自分のペースで描いてみてね。次回はこのフォトショップの使い方を踏まえて、いよいよキャラクターアニメーターの使い方に入ります。もしよかったらチャンネル登録、評価よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。風邪ひくなよ。風呂入れよ。またね。